どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングドン、サザエさんエンディングテーマのサザエさん一家。この曲おなじみですよね。もうね、大きな空を眺めたら、あのファンキーな曲、これねウクレレでやったらめっちゃ気持ちがいいんですよ。はい、この曲を全開で歌っていこうと思います。今回ね、いつものように2バージョンやるんですけど、後半のかっこいいバージョンがですね、どえらいことになってますから、超高難度、あの印象的なフレーズをですね全部挑戦してみようということでございます。いやーちょっと後半ちょっとお楽しみにしておいてください。まあもう一回説明しますけどね、いつもね2バージョンやってですね、じゃあ最初のバージョンは初心者さんに向けたもう超シンプル簡単バージョンです。初心者の方すぐできますよ。これはシンプル簡単バージョンですね。もうボディをねポンと叩いたりとか、そういうのもちょっとね表現の中に加わったり、一個だけこのちょっと見慣れない CAG ってコードが出てくるんです。これ簡単ですからね。これも後で解説していきます。後半は今回かっこいいバージョンめっちゃ大盛りだよということで、いろんなリズムとあのメロディタブ譜でしっかり解説していきますね。今回ちょっと難しいですけど、おもろいっすよ、おもろいっすよ。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高なの。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスなかったわとか、一回楽器やってみたんだけど挫折しましたみたいな、そんなことがあっという間にウクレレを弾きながら歌弾き語りができるプログラムがあるんですよ。このプログラムを見て今も全世界中の方がもうね、もう何万人も音楽始めてます。ガズレレ YouTube チャンネル登録者さんも15万名さんも超えてますからね。皆さんすぐできますから、どんどん音楽していきましょう。このプログラムもうちょっとしたらここにリンク貼りますね。このリンク先にジャンプしてもらって、そのプログラムの順番に沿って上から YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけであっという間ですから。 YouTube 動画ですから無料ですよ。皆さん音楽を今すぐ始めましょう。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾き語りができるレッスン動画、課題曲はもう1600曲以上もうアップロードされております。今日みたいなアニメソングとかもいっぱい取り上げてるんですよ。まあちょっとアニメソングここにまとめておくんで、ぜひぜひこうチェックしておいてもらいたいんですけど、そんなわけでね、サザエさんのエンディングテーマサザエさん一家、まずはゆっくりシンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、サン、し、でれんでんでてんでれんでんでてんでれんでんでてんでん、でれんでんでてんでれんでんでてんでれんでんでてんでん、でん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 でれんでん、でんでんでれんさん、大きな空を眺めた。エンディングテーマサザエさん一家。いや今こうして改めて聞いてみるとめっちゃいい曲ですね。このちょっと切ないメロディーラインとファンキーなんですよ結構リズムがね。はい、まあ今のはねあの初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりやったんですけど、このゆっくりバージョンでもねちょっとなんかこうキュンときたね、この昔から聞いてる馴染みのあるメロディーをやっぱり自分でこう弾きながらね歌うと
ぜひ皆さん実感してやってみてください。今のはですね、テレビアニメのエンディングの長さなんで、このぐらいだと皆さん覚えているメロディーなんじゃないかなというふうに思います。もりもりやっていきましょう。まず最初の目標は、今のガズレレシンプル簡単バージョンの動画に合わせて、歌詞とコード出てますからね、ゆっくりでいて合わせて、動画と合わせてできるようになるのを目標にしてください。そこまでできた方、おめでとうございます。ここまでできただけでもすごいですからね。まずファーストステップとしては。じゃあそこまでできた方、次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度は YouTube を見ずに、お一人だけで、皆さん弾いてる、一人だけでこうね、音楽を生み出す。歌を歌って、メロディーを生み出して、リズムを生み出す。これをやってもらいたいんですね。はい。その時に、やっぱりね、最初のうちは楽譜を見て、しっかり練習していくのがいいと思うんですね。いずれ覚えちゃって、公演でキッズたちと一緒にこのサザエさんの歌を歌うとかいいと思うんですけど、まずは楽譜を見てちょっと練習してもらいたいですね。じゃあ楽譜ってどこにあるんだろうってなると思うんですけど、安心してください。今ですね、見てください。もうガズのね、ノート、もう26冊目に突入しましたね。もうちょっとしたらここの、こんな感じで今サザエさん書いてるんですけど、これを画面に写して、こんな感じでみんなも書いてみたらいかがですかとシェアしようと思うんですけど、今便利なサービスがあります。これです。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のサザエさん一家を含む、ガズが今まで書いて書きまくってきた手書きのノート楽譜のデータが、皆さんのお手元に毎月5曲ダウンロードしても、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけど、ね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってますと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じ。で、ガズレレ大学は、ちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にね、リンク貼っときますんでご活用ください。それでは、楽譜を見ていきましょう。サザエさんエンディングのサザエさん一家。これサザエさん一家って曲なんですね、これはね。はい。じゃあ見ていきましょう。これ、イントロって書いてあって、ここ止まるとかね、止まる。これテロップも書いてあるんですけど、ちょっとテロップと一緒に示し合わせながらやってみてください。で、見て、ここ下にくるっとかかってきて、フレーズ1って書いてあるでしょ。ここ、後半のかっこいいバージョン、全部ウクレレでメロディーを弾きます。ここもフレーズ2って書いてあるんですよ。こういう感じで、ちょっとね、下の段に書いてあるやつはかっこいいバージョンの案内になってます。今のシンプル簡単バージョンは上の段を4つで弾いていったということです。このコードちょっと見慣れないんですけど、これね、簡単ですからね、ちょっと後でしっかり解説していきます。さっきもちょっとなんだこれだと思ったかもしれないですけど、安心してください。これだと初心者さんでもできますからね。はい。じゃあ見ていくとして、この辺もちょっとね、下にくるとかこれ後で解説していきますからね。ここも2もフレーズが入る。結構後半のかっこいいバージョン、めちゃくちゃいっぱいフレーズが入ってくるんですよ。なんでこうやって今一応こう映しとくんで、一時停止して、メモって書き出してください。それか、ガズレレ YouTube チャンネルのデモ演奏中のテロップを、メモしていただくのもいいと思うし、この楽譜、先ほど紹介してもらったガズクラブでダウンロードしちゃう。これもね、おすすめでございます。はい、じゃあ一時停止ですね。ここがこうメロディーだけの感想になりますね。で、ここが、もう最後のラスト。早い。短い。めちゃくちゃ短いですよ、曲は。あとね、ここだけちょっと注目。ここよく見ると2拍ってなってますね。ここはだから、1、2、3、4、F、G7、この2拍ですからね。で、ここに、最後のエンディングに入っていく。ここの2拍だけちょっとテロップ動画よく確認しておいてください。はい。で、ここでも C、AUG。これね、C、オーギュメントって呼ぶんですけどね。後でこれ解説します。コードね。はい。で、最後、ここ。
こんな感じで終わったよということでございます。はい、そして今日見てフレーズをこうタブというので解説していくんですけど、いっぱいあります。今日はなかなか濃厚ですからね。はい、ひとまず出てくるコードを解説していきましょう。ここに書いてあります、今日ねこの CAUG これなんですけど、ちょっとこれ隠しときましょう。今はねちょっと便宜上今映ってる C と F と Dm、Gm と Em7、 この5つのコード、これめちゃくちゃガズレレでは入門コードのグループです。これをまずシェアさせてください。これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコード10個の入門コードのグループなんですよ。10個も入門コードってあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うともね、まあ、頭が混乱してもうわけわかんなくなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃうんで、ものすごい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、ここでコード10個は覚えちゃってください。今日はそのうちの5個出てきますけどね。はい、そしてまあそのガズレレ必須コードはまあね、遅から早からさっさとマスターしてもらいたいんですけど、今日出てくる注目のコードこれですね。さっきから何か見てる CAUG と書いてオーギュメントと呼びます。これ簡単なんですよ。 C を押さえといて見て、ここ4弦の1フレット、これを押さえると C オーギュメントというコードです。 C に1個足す。はい、でこの曲ね、流れではね、いつもね C から C A10 っていう C オーギュメントになるんで、結構簡単だと思います。今日は楽しい、今日は1個足すだけね。なんでここ C A U G C オーギュメント急に出てきてびっくりするかもしれないんですけど、ゆっくり落ち着いて、あ、 C に1個足すだけだなって覚え出してください。はい、そしたらですね、ここからかっこいいバージョンの解説にいよいよどんどん突入していきたいと思うんですけど、この曲はですね、まあいつもこのタイミングでね、歌をしっかりマスターしてくださいっていうふうにお伝えしてるんですけど、この曲もうみんなおなじみでしょうからね、鼻歌でも 歌えちゃうぐらいだと思うんでね、今日はまあ、このままかっこいいバージョンのね、解説に突入しても大丈夫だとは思うんですけど、まあ一応ね、歌の確認をしておいた方がいいですよということです。じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、出てくるコードは全く一緒です。そしてさっきも言ったように、そこかしこにいろんなメロディー入ってくるんですよ。これはちょっとね、まず後で解説していきます。まず曲全体の説明として、どんなリズムかが基本になってるかっていうのを言いたいんですけど、これです、ドン。アイランドビート。このアイランドビートをこの曲の基本のリズムということに、ちょっとやってみようかな。これかっこいいリズムなんですよ。ちょっとやってみると、大きな空を眺めたら、C だけでやると、3、4、16ビートの仲間なんですけど、このチャの位置がちょっと独特で、ちょっとこうリラックスしたちょっと南国風のイメージもあるんで、まあアイランドビートって名付けてるんですけど、このアイランドビートの弾き方、ぜひこれいいリズムなんで、ちょっと手首柔らかくしたりとか、いろいろちょっとね16ビートの要素強いんですけど、16ビートのチャよりちょっとこれっていうのは簡単じゃないかなと思うんですよね。はい、じゃあこのアイランドビートの弾き方、ここのリンク先行って練習してください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚なんですけど、そこにアイランドビートの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますね。このリズムぜひ、他の曲でもいろいろ応用できると思いますね。今日はこのリズムをベースにやっていきたいと思います。そしたら細かいフレーズはちょっと後でやるとして、曲の全体のところからいきたいと思うんですけど、イントロは全部メロディーで後半攻めるんで、歌の中からですね、やってみると、ちょっと面白いフレーズを入れます。大きな空を眺めた次。ここ、G7 押さえといて、小指見て。G7 って1弦2じゃないですか。1弦3。これ G7 サスポーっていうコードなんですけど、今日はあえてそういう表現じゃなくて、G7 を押さえて1弦の、今日はね、G7 を押さえたら1弦の2、3、2、3、2、3、2、3みたいな感じで表現してみます。ちょっともう一回やってみると、大きな空を眺めたら、この感じ、わかる？サザエさん。こういうメロディー入ってるんですね。これをちょっと再現してみた。大きな空を眺めたら、こんな感じ、この。これ結構効果的です。はい。ねえ、こんな感じのちょっとね、まあ、柔らかい印象になって、このメロディーちょっと再現できる、このワンフレーズ入れていきたいと思います。これは感想のとこでもこの、ででで入ってくるんで、これはね、ちょっと最初に押さえておきましょう。で、あとは、シンプルに、アイランドビートでずっと、奏でていくってことなんですけども、あとね、これからは、フレーズの濃厚解説動画にも入っていきます。タブフっていうのを使って、
解説していくんですけど、まずイントロから、まずここから大盛りですからね。まずじゃあこのイントロタブ譜出しましょう。タブ譜、このタブ譜分かんない方、概要欄にタブ譜の読み方をリンク貼っとくんで、ちょっとご覧になっておいてください。まずじゃあ解説していきましょう。これね、ちょっとまず最初にデモ演奏してみる。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、このメロディー、これもおなじみでしょ。はい、じゃあどんどんいきますよ。1弦の3330、2弦の3、はい、これ繰り返しです。で最後 C 一回ドン止まる。はい、ここもう一回せーの、これがね C のとこね。こうやって音をね、こう止めた方がかっこいいですよ。パパッ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 、指でちょっとパパッパッパッ、キレがいい方がいいかなと。じゃあ次の、フレーズは今度はここ1弦の5-5-5-3、 2弦の5、はい、これも同じ5-5-5-3-5。次4-5だ、最後だけ4-5、ちょっとフレーズ変わる。ちょっともう一回最初から5-5-5-3-5 5-5-5-3-5 5-5-5-4-5。次 G7 一回じゃん、このセットです。まずここ最初からやってみましょう。1-2-3、はい、はい、次5フレット、はい、いいでしょ。これこの次から難しくなりますかね。次が結構すごいです。次はフレーズ2ですね。こっからフレーズ2っていう風に名前を変えます。フレーズ2はね、まずね、1弦と2弦の3フレットもこういう風に押さえちゃうのおすすめですね。そうしてまず1回ダーンと弾いて、その次2弦の3、次1弦の3、次1弦の7、はい、ここまでいい。はい、3-3-7。その次 C-AUG のコードになるんで、4弦の1フレット押さえた時に1弦の5フレット、ちょっと指こんなに開くよ。4弦の1フレットで1弦の5フレットだからね。それで4弦の1フレット押さえたまま1弦の5-3-3です。これが前半。ちょっと最初からやってみると、1弦の3フレットと2弦の3フレット押さえたまま全部弾いて3-3-7、5-3-3は1弦の、あ、4弦の1フレットを押さえてる。はい、で後半は F を押さえて、F を押さえたところに1弦の3フレットだ。はい、これ F を押さえて1弦の3フレット、はい、これフレーズになってますからね。次はですね、 G というコードが出てきます。 G ってちょっと出しておくんですけど、フレーズの中で弾くんで、まあ、一応 G こんな感じなんですけどね。ここはですね、次 G ってこうやって押さえるんですけど、こういう風に押さえる押さえ方おすすめですね。人差し指1本でこの1-2-3弦を押さえてちょいと立てる。そしてまず普通に1回普通の G を弾くと1弦は2フレットになってるんで、その後1弦だけ5フレット弾きます。 G を押さえて1回弾いたら、次1弦の5フレットで次のもう C に入っていくわけですね。ここちょっと難しいんです。もう一回最初から、C のところせーの、もう一回、ここが一番ちょっと難しいかも。この G の時にダダーンとかメロディが早く動くところがあるんで、ちょっと難しいんですけど、このタブ譜を穴が開くほど見つめながらちょっと何回も練習してみてください。さあ、どんどん次のフレーズの解説いきます。次はね、フレーズ3なんですけど、大きな空を眺めたら、ここはやったよね、黄色い雲が。次です、 CG7C なんですけど、飛んでいたからもうフレーズが始まります。それはね、こうです。飛んでいた、すごいでしょこれ。ここ相当早いので、全部このピッキングっていうか、こう全部こう弾くことはできないんで、ハンマリング音といって弾いといて乗っけてくる。はい、これはもう単純にこのタブ譜を見てください。まずですね、3弦の7、9、その次2弦の7、8、10、
次一弦の7、8までいったらもう次の C なんで、次の頭、はい、こうですね。飛んでいた今日はってなります、ゆっくりやるとね。でここのとこ結構テンポ早いんで、ちょっと本番のテンポぐらいでやってみようと思うんですけど、白い雲が飛んでいた今日はって、このぐらいの速さ感。ただ1弦の8、1弦の7、8やったらすぐに C に行くから、この C のね、ここのところですね。はい、ちょっともう一回ゆっくり、やってみましょう。白い雲が C、G7、 こんな感じね。 C、G7、 このフレーズはちょっと難しい、早いからね、これね。まずはゆっくり練習ね、なんだけど、本当の速さだとこの全部一個一個弾くのは難しいんで、ここはですね、このフレーズはガズさんでもちょっと間に合わないぐらいの速さなんで、相当高難度なんで、できなくても全然普通ですからね、これね。本当にちょっとチャレンジ企画ということです。はい、じゃあ次はですね、まだまだあるんですよ。今日は楽しい、今日は楽しい、はい、次です。タン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 、ここ、これ印象的ですね。これはね、ちょっと頑張るとできると思う。ハイキング。これは、2弦の、80、1弦の7、8、7、2弦の18。タタッタタタッタタッ。はい。これ。これももう何回もやるしかないですよ。これね、リズムの中でやりたいからね。このリズムが乱れないのがポイント。ハイキング。はい。その後、これまでできたら素晴らしい。ハイキング。はい。タイミング、結構難しい。リズムがよれちゃいがちになりますね。あと、これもできればね、これボディヒットで、タンタンタン入れると良いムードも高まると思います。これが今のフレーズ4なんです。はい。これ、パターンで繰り返すところも出てくるということですね。そして最後、いよいよ、最後のフレーズ、フレーズ5なんですけど、一番最後のエンディングですね。愉快だなーの最後です。ちょっとやってみましょうかね。サザエさんは愉快だなー。はい。今の分かった？ちょっとフレーズ入ってるんです。これはね、ちょっとこのタブを見てもらいたいんですけど、赤く書いてる字が主旋律なんですよ。まず C のところでいくと、2弦の00013、はい、D マイナーに変わったところで、今度は2弦の1113、今度は1弦の0フレットなんですよ。こういうメロディーを弾きたいというイメージね。その次は、シンプル簡単バージョンでは G7 だったんですけど、またさっき出てきたこの G というコードを押さえて、2弦の2222、1弦の02、こんなフレーズをコードを弾きながら弾きたいっていうふうに覚えておくといいかもしれません。そうすると C を押さえたまま一番最初 C のところやると、これはいいよね。アイランドビートの中のリズムでやるから、じゃんじゃじゃ、チャッパパンみたいな感じ。早いよ、13が。13、はい。次 D マイナーを押さえて、このまま最初普通の D マイナーをダガダガーンってやった後に、2弦の3フレットと、また、ただの D マイナーなんだけど、1弦にフォーカスするっていう。はい。で、D マイナーを押さえてこのメロディー弾きたい感じ。最後だけ 1弦の0フレットすごく強調する感じ。はい。次は G を押さえて、これはね結構簡単。G ってさっきはこういう風に押さえたんだけど、今回こんな風に押さえると楽だと思うね。そして、この1弦を1回離すだけで G のところはできます。GGGG で1弦の0フレットを1回、0フレットにして1回また戻す。はい。わかる、言ってる意味。G を押さえてんだけど、ここだけ外すと、そのメロディーが完成です。ダダダダンダダンって感じですね。で、C。はい、もう一回ゆっくりやってみます。せーの。
です。この5つのフレーズやばいですよね、これ。フレーズが入ってこれはね、だから今日相当高難度だと思いますよ、高難度。歌の中のアイランドビートもね、別に簡単なリズムではないですからね。それでまた歌おうっつうんですから。はい、これはですね、もう本当何回もやってもタブフ、もう穴が開くほど見て練習する。しかもこのサザエさんのエンディングテーマ、サザエさん以下で、ね、このフレーズのタイミングが難しいんですよ。このイントロのこのタイミングもね、結構難しいですからね。はい、細かく見るとすごい難しいことだらけなんですけど、まずはちょっとやってみる。これがいいと思います。じっくり取り組んでいきましょう。はい、それではサザエさん一家ガズレレ流かっこいいバージョン、もうタブフのメロディー満載で高難度バージョンですよ。行ってみる。ワン、ツー、サン、シー。サザエさんのエンディングテーマ、サザエさん一家ガズレレ流かっこいいバージョン、めっちゃ高難度だったでしょう。メロディーとかほらね、メロディー弾くだけでも難しいのにリズムに乗って、しかも歌も歌って、まあこれ一曲をこう仕上げていくわけですから、これはですねすぐにはできるわけない。安心してください皆さん、私全然ダメだなんて思わないでね。ガズさんも必死ですから。はい、こういうのたまにね、あのノートレ要素でこうタブーのメロディー入れていくとね、まあ、曲のなんか表情もすごく、まあ、よくわかるし、サザエさんを聴いた時にこのメロディーってもう浮かんでくるもんね。でで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 今日は楽しいとか、まあ、それをまあなんとか再現できればということで、まあね、時間かけてやっていきましょう。はい、すぐできるっていう音楽も楽しいけど、こうね、育てていくようなそういう音楽のあり方も素晴らしいと思いますので、じっくり取り組んでみましょう。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、この横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。このガズレレ 2way リュックの詳細は概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんで、ご確認ください。5月30日2021年の5月30日からスタンド FM というサービスを使いまして、ガズのラジオ放送ガズラジが毎朝7時半ぐらいから、どなたでもいつでもどこでも無料で聴けるサービスとしてスタートしました。はい、もう今上がってるんですけど、実はこのガズラジっていうのはよくご紹介させていただいているガズクラブっていう、まあ、コミュニティの中で限定ラジオ配信してたんですけど、今回もうオープンでみんなに聴いていただこうということで、2021年5月30日からオープンになっております。ぜひ皆さんね、ちょっと見てもらって、リンクここに貼っておきますよ、このラジオ放送のリンク。はい、ここでちょっとねチェックしておいてください。毎朝もう気持ちがいい時間過ごせるようにラジオ配信していくんで、お楽しみにしておいてください。あとですね、リッドミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5000部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんで、ご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも
も盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。